るほど。つまりこういうことじゃな。そなたのもとにモンスタレア地方から来たという国威の預言者が現れた。その者がジャイワールとオレンカが戦い、後に手を携えてクレティアを滅ぼすだろうと予言したと。その国威の預言者についての噂はわしの耳にも届いておる。そなたの話は真実じゃろうが。当初は私もそのような予言を信じてはおりませんでした。ですがその後次々と予言が現実のものとなり、以来両国の動きを警戒するようになったのです。なるほど。だけどクレティア女王に予言をしたやつはどうしてジャイワールとオレンカが戦うことになるって分かったんだろうな。もしかするとその人物の話は予言ではなく予定だったんじゃないか。自分が話した通りになるように何か仕組んだのかもしれない。何をどう仕組んだのかは分からぬが、そやつがオレンカとジャイワールを争わせ、さらにクレティアまでも巻き込もうとしたのは間違いないじゃろう。でも一体何のために。分からん。ただその預言者とやらは父を殺した奴のことを知っている可能性がある。むしろそいつがやったのかもしれんな。フェザール、早合点してはいかんぞ。まだ分からぬことが多いのじゃからな。いずれにせよ我らはその預言者を急ぎ探し出さねばなりませんね。ではオルネーゼよ、そなたは仲間と共にモンスタレア地方へ向かえ。モンスタレアの三国、モーリアス、ヘルノーク、ダラル、それぞれの王にまみえ、その預言者を探し出すのじゃ。はっ。失礼いたします。どうした、何か起きたのか。はっ、たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を急襲。何？一夜にして制圧したとのことです。どういうことだ。一体この世界で何が起こってるっていうの。Thank you.
何か用かの？ではな。お気をつけて。よくぞいらした。天にましますダーマの神よ。神の祝福があらんことを。おう、よく来たな。また来てくれよな。
よし、行くよ。ほほー。